はい、貢献の井上です。貢献チャンネルをいつもご覧いただきありがとうございます。今日は CT125 こちらですね、エバテックのアルミ製チェーンガード、こちらの取り付け動画を紹介していきたいと思います。こちらアルマイト仕上げになっております。カラーオーダーにも対応しており、全部で17色対応しておりますので、お好みの色をお買い求めください。それでは早速取り付けを行っていきます。まず純正のチェーンカバーを外すんですけれども、ネジ2箇所だけですので取り外しは非常に簡単です。では順番に外していきます。まずネジを2本先に外してしまいます。ネジを外しましたら、純正のチェーンガードですね、こちら後ろに引き抜くようにしてあげると外れますので、タイヤとサスペンションの間から取り外しをしてください。裏にこういった形でガイドのレールが入ってまして、車体側にここがスライドで入るようになってますので、後ろ側に引き抜いてあげる形で取り外ししてください。それでは純正のチェーンガードを取り外ししましたら、次にエバテックのアルミ製チェーンガードを取り付けていくんですけれども、最初に手締めするのに工具とネジ用意しておいた方が取り付けしやすがスムーズになりますので、ボルトにスプリングワッシャー、ヒラーワッシャーの順番で挿入しておいて準備しておくと作業がスムーズになります。では早速チェーンガードの方取り付けを行っていきます。同様に外した時と同様にタイヤとサスペンションの間から製品を入れていくんですけれども、ちょっとスペースが狭いので、車体ホイール等を傷つかないように注意しながら差し込んでいって、取り付けする位置まで仮合わせしていただいて、であらかじめネジ準備しておいていただくと、この段階で製品手離さずに仮止めができますので、作業がスムーズに行えます。ちなみに今撮影するのにタンデムステップですね、ちょっと見にくいので外しておりますけれども、実際は外さなくても交換作業はできますので問題ございません。じゃあ取り付けの方、本締めの方に行くんですけれども、2点仮締めしましたら、位置を合わせてスイングアームとですね、干渉ないような位置で確認しながら本締めを行ってください。まあ、ネジ2箇所だけですので非常に取り付けも簡単に行えます。最後ですね、本締めが終わりましたら、タイヤ回していただいて、チェーンガードとチェーンの干渉がないか確認していただいて、以上で作業完了になります。この他の製品もエバテックですね、 CT125 のパーツ数多く販売しておりまして、力を非常に入れておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。